ありがとうございました。北海道阿寒高等学校よさこい部クレインズのお二人でした。とても力強く会場内に声が響き渡っていました。ありがとうございます。それでは続いてのチームを紹介いたします。夢ソーラン江差の皆さんです。ご準備をお願いします。テーマは回収和道、ふるさとの